はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、この動画は、えー、第4週の反転事業の3つ目の、えー、動画ですね。で、えー、この中では反転事業の、えー、動画ではできないことをやります。動画でやらないので、教室でやるべきことですね。それについて話したいと思います。えー、すま反転事業の動画でできないこと、教室でやるべきことは、主にこの3つですね。えー まあこれ以外にもたくさんありますが今日はこの3つについて話します。えー、最初はシナリオプレイというものですね。えー、ここに、えーあのー、みんなの日本語第2課の会話の部分が、モデル会話の部分がありますが、この例えば学生 A さんがこの山田一郎ですね、ここと、ここと、ここと、ここ,こ,こにありますよね。この部分を担当して学生 B がサントスのさん、サントスさんのところを、えー、担当してお互いに え、読むわけですね。最初に学生 A がここ、はい、どなたですかと言ったら、学生 B が408のサントスです。のように言います。はい。これは、あの、一緒にやらなければいけないので、反転授業の動画ではできません。えー、それから、ロールプレイもとても大事です。これは、あの、紙にですね、こういうふうに、えー、あの、ロールが書いてあります。役割が書いてあるんですね。で、えー、ちょっとこれが動かせないですね。ダメだ。 えっと、これが動かせないのは残念ですね。とてもね。えっと。はい。はいえー、こんな感じで。えー、紙に、2枚の紙に役割があって、学生の、1人の学生はこのカード A を読んで、えー、もう1人の学生がカード B を読みます。で、この2人の学生が、えー、ここに書いてある指示の通りに話すわけですね。で、大切なことは、えー 情報差、つまりインフォメーションギャップがあることです。つまりカード A を持っている人はカード B に書いてあることを知らない。そしてカード B を持っている人はカード A に書いてあることを知らないという、そういう状況がとても大切です。はい。それから共同学習、コラボレーティブ・ラーニングというのも、えー、この教室でなければできないことですね。反転授業の動画ではできないことです。えっ、ー、と、これはですね、一人の学生が えー、するのではなくて、二人以上のグループで、えー、行う、あの、勉強の方法です。これ、日本語ではこちらに書いてありますし、英語ではこちらに書いてありますから、ぜひ、リンクを開いて見ておいてください。共同学習の種類としては、えー、ピアリーディングとか、ピアライティングというのが有名です。でピアリーディングの中には、さらに、ジグソーリーディングとプロセスリーディングという、えー、方法があります。 えー、今日はこの中でもこのジグソーリーディングについてご紹介しておきたいと思いますが、えー、はい。あの、ジグソーリーディングっていうのはですね、簡単に言うと、最初グ、教室のグループを、えー、教室を4つに分けます。4つのグループですね。で、A のグループでは A の、えー、あの、教材を読みます。次のグループでは B の教材を読んで、次の,教あのグループでは C の、 教材を読むというふうにしますね。で、みんなで、このグループ内で、その、教材を読んだ後で、今度は、こういうグループを作ります。つまり、一つのグループの中に、A の教材を読んだ人も、B を読んだ人も、C を読んだ人も、D を読んだ人もいるわけです。そういうグループが4つできるわけですね。で、そして、このグループの中で、自分が読んだ資料には、 何が書いてあったかを説明します。これがジグソーリーディングというものですね。これも一方的に先生が話すだけの動画の中ではできませんから、教室でやる価値があることです。はい。この動画の URL はビットリースラッシュの ttcb43 です。この今回のビデオの中にもたくさんのリンクがありますから、ぜひこのスライドを開いてリンクも開いてみてください。 そして、この動画の中に知らない言葉があったら、暗記、クイズレットメモライズなどに記録をしておいてください。はい。それでは私の方からは以上です。さようなら。